レット先週日本人は何にモヤモヤした AI ベンチャーインサイトテックが運営するサービス不満買取センターにおよそ50万人の会員が投稿した内容を分析し1週間を振り返りますこちらが先週投稿数が急上昇したトレンドワードです最も目立つのはトランプ大統領関連ワードアメリカのトランプ大統領は2日 自身ととメラニア夫人が新型コロナウイルスに感染したと表明。これを機にマスクなどの重要性を知ってアメリカの人たちにもマスク着用をしてほしいなどとマスク着用の促進を期待する声が多い一方 トランプ氏が感染したためにマスク、マスクとマスコミがうるさくなったがマスクもそこまで意味はないでしょ早くマスクのいらない日々に戻ってほしいといった声もインサイトテックはアメリカを象徴するトランプ大統領が感染したことで改めて新型コロナと社会がどう関わるべきかについて今まで以上に広い目線で考えるきっかけになったようだと分析しています。また東証がトレンド入り 東京証券取引所で1日システム障害で全銘柄の株式売買が終日停止する異例の事態に菅政権がデジタル庁の設置に向けて動き出したやさきの出来事にとても恥ずかしい事態で日本の IT 技術のレベルの低さを世界に見せてしまった感じがするなどと日本のデジタル化の進展を危惧する声が目立ったということです。そのの GoToEat 関連のワードもランクイン。クイ 特に女性を中心に話題を集めています。1日、政府は飲食業界への支援策として、ネットを通じた予約で1人当たり最大1000円分のポイントを付与する事業を開始しました。5日からは新潟県で地域限定で使えるプレミアム商品券の販売が始まり、順次全国でも販売が本格化する見通しです。目立ったのは、利用しない人にとっては何の得もない、 ネットががが得意なな人が有利な気がするテイクアウト専門店が除外されることに納得がいかないなど利用者側、店側双方への不公平感を訴える声インサイトテックは自粛モードから一気に活動モードに変化した世の中の変化に戸惑いつつ誰の何のためのキャンペーンなのかと自問する生活者が多いことがうかがえると分析しています。